来年の9月ごろに500回になるんですね。誰もが望んではいないんですけれども、気がついたら500回になってしまいましたので、この際だから大いに、お祝いと言っていいかどうか分かりませんが、みんなで規制を上げようではないかというふうに思っています。頼りの 2ページ目3ページ目にこれからデモで歩くと皆さんも目撃されると思うんですけれども、旧日本海軍のムツというとてつもなく大きな船の主砲をですね、なんとデント、ここに設置したんですね。で、それを横須賀のシンボルにしたい、あるいは横須賀の観光の目玉にしたいというのが横須賀市長、あるいは横須賀市の観光課の考えなんです。で、実際見ていただければ正直ドキッとします。で、兵器をどう考えても兵器だと思うんですけれども、兵器をこの町のシンボルにしたり観光の目玉にするって、それって一体何だっていうことで要請申し入れをしますので、一応原案を2ページ3ページに書いてますから、こんなことを入れた方がいいとか、いうのがありましたらぜひご連絡をいただければありがたいなと思います。先ほど新倉さんが言いましたムツの大砲について一つちょっとここだけは何も情報がないのでお伝えしておきたいんですけども、ムツというのは日本海軍が持っていた240メーター規模の大きな戦艦でした。で、ムツはおそらくあそこに大砲が置かれてもこの2つの極秘事項ということは決して名板に書かれないと思うんですね。実は2つの事実がありまして、1つムツは、日本海、つまり日本の本土決戦のために温存していた船がなぜ瀬戸内海で突然爆沈したか、これが謎と言われています。そしてもう一つは、その爆沈したことは日本国民には決して知らせてはいけないために、人たちにどのようなことをやったかということです。で、ムツは1400人の乗員が乗っていまして、幸いにも300人ぐらいの人が生き残りました。ただ瀬戸内海周辺の漁村の漁民には決して口封じをしましたし、最後には300人の生き残った兵隊たち、水兵たち、将兵たちを全て南方に送りました。それで生き残ってきた人たちはわずか100人以下でした。私は名盤を書くんであれば、やはりその負の戦争が起こったらこうなってしまうということも明らかにすべきだと思います。今日はですね、21日に原子力空母ノルマン連艦がですね戻ってきましたので、その随伴艦も随分戻ってきてます。全部で空母入れまして11隻、ですからあと2隻いないだけでね、来年だと全部で母港化される艦船は14隻になります。で、そういうことでですね、これから予定としては、1ヶ月ぐらいは戦闘態勢を維持しながら、来年になれば、再びですね、修理を行うと。この修理がまたね、4月から5月頃までということで、半年近くはここに座って、いつ事故が起きるかわからないような、原子力との共存を強制される毎日が始まると、そういうことですね。市民ネット沖縄から帰れ、神奈川県警という
ネットワークをこの 数週間数ヶ月の間でですね、神奈川県でネットワークをいろんな市民団体で作って、高江に派遣されている神奈川県警の機動隊の人たちに、まあ帰ってきてくれと、そういう活動をしています。で、チラシをお配りしていると思いますけれども、本当に私は神奈川の基地問題あまりこれまで、十分に噛んでこれませんでした。今度12月に、神奈川県に、機動隊の派遣の給与分を神奈川県払ってるんですけれども、そこのところが不正不当なんじゃないかということで住民監査を行いたいと思っているんです。で、この住民監査は沖縄でも東京でも、福岡でも、そして千葉は今用意されています。そういうネットの中でゆるくそれぞれの地域がつながりながらやっています。私たち、神奈川県第二の基地県ですけれども、私たちは沖縄のことをあまり、神奈川県民知りません。基地問題やってる人以外だとあんまり沖縄のことをよく知らない人が多いと思います。沖縄のことをまず伝える、そして、反対の声を上げていただくという、なんとかメディアに報道していただく、県議会で議論していただくっていうようなところまで持っていければなっていうふうに思っています。どうか私今賛同人が請求人ですね、監査請求の請求人の連絡先通知の用紙を持ってございますので、もし、監査請求人になってもいいよっていう方がいらっしゃいましたら後で声をかけていただければそれを渡したいと思います。11月中には請求人集めたいなんていう、もうむちゃくちゃな無茶なスケジュールでやってますが、12月には監査を行いたいと思います。そして12月の20日ぐらいにも返還式典という話が出ていますね。それまでには何とかしたい、それまでには新聞でも報じていただきたい、そういう思いでやっています。元海兵隊の先ほど歌一緒に歌ってくれたマイク・ヘインズさんが、と語ろうということで、別途の集会を行いました。でゲート前でもですね3分程度スピーチをしてもらうんですけど、その内容をですね、どんな内容なのかちょっと簡単に説明してもらいたいと思います。皆さんこんにちは。Okay, so I want people to understand what Veterans for Peace represents. 私は皆さんにVeterans for Peace が主張することを知っていただきたいと思います。Veterans for Peace are made up of many veterans and combat veterans from many different eras, such as Vietnam, such as Korea, such as Iraq and Afghanistan wars. Veterans for Peace は退役軍人からなっていて、いろんな戦争、それはベトナム戦争であったり、イラン・イラク戦争であったり、アフガニスタン戦争であったりからなっています。After seeing the horrors of war and being involved with warfare,We see it as a duty and a responsibility to communicate to the rest of the world that peace is possible and we do not want to continue to go down the path of war. その戦争に行って、その戦争の恐ろしさを知った後でですね、その皆さんに平和について、お知らせすることが、重要であるということが、分かりました。The five mission points of Veterans for Peace.Is number one to increase the public awareness of the true cost of war. Veterans for Peace が皆さんにお伝えしている目的が5つあります。で、その中の1つは、戦争の真のコストについて、皆さんに知っていただくことです。Number two is to restrain our government from intervening into the internal affairs of other nations.そのアメリカ合衆国の政府に外国に軍事的に、介入することを、やめさせることです。Number three, to end the arms race and to reduce and eventually eliminate nuclear weapons. 第三に、その軍備競争をやめさせて、核兵器を廃絶することです。Number four, to seek justice for veterans and victims of war.
その戦争の被害者に対する正義を追求することです。And the last one, to abolish war as an instrument of foreign and international policy. その、外国国際の、法律というか、政策として、戦争を、廃止というかやめさせることです。I am an Iraq war veteran. I've been sent to war and I've seen the realities of warfare.私はイラク戦争に行っていて、実際にそのイラクで戦闘を見ています。 I was sent to war to fight against terrorism. 私はそのテロリズムにと戦うというためにイラクに送られました。 And to prevent weapons of mass destruction.そしてその大量破壊兵器を、その妨げるとか妨害するために、送られました。 We now know that both of these things were a lie. 皆さん もうご存知のように、その2つは嘘であったということが、今では分かっています。 The United States has implemented imperialistic policies, imperialism all around the world with 700 plus military bases scattered throughout the world.そのアメリカの帝国主義がですね、700カ所の、軍事基地を海外に、持って、それが世界中に広がっています。The United States has military bases throughout Japan and has completely covered the Okinawan base, the Okinawan island with military bases of 32 installations. そのアメリカ軍は、日本中に基地を持っていて、沖縄本島には12基地があり、32箇所の基地があります。 We feel that the Japanese people deserve to be in charge of their own country without the oppression of the United States, without the overshadowing of the United States. 私はですね、日本というのは、その日本自身が、国防について責任を持つべきであって、その、アメリカの影響を、受けるべきじゃないと思っています。We feel that, that Okinawa deserves to have their land back. 沖縄はその、米軍基地に使われている土地を、取り返すべきであると考えています。 And my main concern, being that I was sent to war, is that the pressures from the United States right now on you to reinterpret your Article 9 will create a future that your childrenand grandchildren will be in the same position that I was to fight future wars. 今ですね、アメリカの圧力によって、憲法9条が、読み替えられようとしている。その結果として、皆さんの、お子さんであるとか、お孫さんであるとかが、私と同じように戦争に送られるかもしれないです。Japan has been a nation at peace for over 70 years. There's not too many countries in the world that can say that.日本は70年以上の間平和な国であって、そんなことが言える国は、世界中にありません。 Your Article 9 is precious. It shows the rest of the world that peace is possible. Please protect that. 憲法9条は貴重なものであり、平和を守るものであり、世界に示すべきです。 And I ask the American people to think about what you're supporting. The American troops and Navy personnelto think about what it is that you're doing and supporting these imperialistic policies of the United States. そのアメリカ人であるとか、アメリカ人の軍人であるとかに、あなたたちが何をしているのかということを、考えてもらうと、そのアメリカの帝国主義であるとか。You can see demonstrations and protests all throughout Japan, all throughout Okinawa. The people are saying, we want our land back.日本中で、沖縄で、その、米軍基地として、使われている土地を、返還してもらいたいと、主張します。The biggest thing I learned from the Iraq war is to question everything. その、イラク戦争に行って、学んだ最大のことは、全てについて、疑問を持つことであるということです。Question what your leaders are telling you. Question why the U.S. has bases on the other side of the world.その指導者たちの言うことに疑問を持ち、その世界の反対側になんで
あの基地があるのかということを、まあ、考えてほしい。And I ask the American people to realize that we all have more connection with each other than we do with our leaders. そのまあアメリカ人の あの指導者の方々にそのまあ、まあ、そんななんかそれぞれまああの孤立するんではなくて、まあ皆さん、まあ一緒になって、まあやっていきたいということを伝えたいと。So my message is that peace is possible, but it's only possible without military intervention. 平和は可能です。で、そのまあ平和っていうのはあのそのまあ軍事的な介入、は、まあ、必要ありません。So to all of you, all of Japan, peace be upon you. まあ皆さんそのまあ皆さんの日本あのまあ平和が皆さんのもとにまあ訪れますように。参加の皆さん、申し訳ありません。右側は、反対側から来る歩行者の方もいらっしゃいますので、そちらのために開けてください。左に寄ってください。平和へ続く道を今日も歩きましょう。今日も横須賀平和船団この軍港の中を走ってきました。レーガンをはじめたくさんの船がいました。あのすぐ右側に黒い潜水艦が浮かんでいますが海上自衛隊の潜水艦です。後ろの方に舵がついているんですけども左の舵のところの形が違うんですね。あの斜めに突き出ていて X 型の舵になっています。以前の潜水艦は十文字の舵だったんですけども X 型になっています。 X 型にするとどんないいことがあるかと言いますとあの X 型海面から出ている高さがかなり低いんですね。海面に出ている高さが低いということは海底に突き出ている部分も小さくなります。ですから浅い海でも行動することができるそうなるわけです。白根という船だったんですけどもこの白根が退役して代わりに作ったのが木の陰から見えてくるヘリコプター搭載護衛艦出雲です。なんという大きさの違いでしょう。ヘリコプター搭載護衛艦の代わりに作ったんだからこの船も護衛艦である。こんなどう見ても空母でしかない船を日本政府自衛隊は護衛艦であるそう言い張っています。全長200メートルを超える短冊型の平甲板を持っていながら
護衛艦だという。実はこの船には大砲とか魚雷の発射艦は積んでいません。そんな護衛艦、世界中探してもどこにもありません。デモ隊の左手に大きな大砲が見えてきました。あのデモの出発前に話した陸奥の大砲です。アジアに向かって砲弾を放つ、そういったことをこの陸奥の主砲はしてきたわけです。日本が戦争に負けることによってこの戦争の機会は止まりましたが、戦争のために作られ多くの人に向けて大砲を突きつけてきた、それがこの大砲だったわけです。デモ隊の皆さん、右手のホークの方に原子力空母のロナルド・レーガンのマストが見えます。76と書いてあるものです。非常に奥の方です。この大きな、クレーンの右手です。大きなクレーンの左から3つ目の右手です。はい、ゆっくり移動してください。月曜日に入港してきました。きてよきてよ、雲はいらないこの街に。いらないこの街に、ジェット機号を撒き散らし、空母はいらないこの街に、我が物顔の関西決、空母はいらないこの街に。一体何を守るというと、空母はいらないこの街に。一体誰を守るというと、いらないこの街に。来てよ来てよ、雲はいらないこの街に。居座ってるのは原子力、雲はいらないこの街に。中身は満タン放射能、雲はいらないこの街に。ここは海上自衛隊横須賀地方総監部の前です。総監部の前で、毎月、自衛官とその場所で受けた議員をやっています。それでは海上自衛隊の皆さん、家族の皆さん、11月25日、新聞各紙は海上自衛隊の次期多用途ヘリコプターをめぐって、多くの目的に使えるヘリコプターですね、多用途ヘリコプターをめぐって、選定過程で不正があったとの公益通報、内部告発に基づき、防衛監察本部が調査を開始し、武井智久海上幕僚長、1957年生まれの人で、私より2つ下の人ですね、2012年から14年まで、ここの横須賀の地方総監をやってた人です。その武井幕僚長が、当時の渡辺剛次郎海上幕僚監部防衛部長を通じて圧力をかけ、川崎重工が生産している MCH系の大型ヘリコプターにするよう圧力をかけたことが判明。高井学寮長を訓戒処分にすることを検討していると報道しました。海上自衛隊の皆さん、新日米ガイドラインと安保法制の施行によって、皆さんは過密な出勤を出動を強制されてきました。11月4日には日米統合実動演習が終わり、例年なら少しのんびりするこの時期、補給艦トキオはジャパンマリンユナイテッドでの修理完了を早々に横須賀を出港していきました。また6隻配備されている潜水艦は1隻もいません。
南スーダンからは一日も早く撤退すべきです。自衛官の皆さん、今こそ自衛隊の中から声を上げてください。安倍内閣の戦争協力政策に共に反対をしましょう。心から訴えます。これは本当は三年保証、無理やり行かすな自衛隊。海外基地まで作ったの、無理やり行かすな自衛隊。無理やり行かすな自衛隊。無理やり行かすな自衛隊。Sent to the Iraq war based on lies. I was told that I was there to prevent weapons of mass destruction, which we all know is a lie. I was told that I was there to fight terrorism, which we know that Iraq had nothing to do with 9/11. So both of these reasons
were lies. And I'm concerned with the U.S. pressure to Japan, the reinterpretation of Article 9, that Japan will eventually follow in those footsteps of warfare. That your children and grandchildren will fight future wars and be in the situation that I was in fighting a war based on lies. Lies and manipulation that our leaders give to us. The United States has imperialism all over the world with over 700 plus bases throughout the world. The U.S. presence is very prevalent here in Japan, very prevalent in Okinawa, with over 32 military bases on that tiny island, which is only 0.6% of all of Japan's landmass. There is no reason for this. The Okinawan people deserve their land. So, I would like to propose a question to American personnel here in Japan and the Navy personnel to question everything that your leaders are telling you. Question why you're supporting this imperialism, this imperialistic policy of the United States. The one thing that I really learned from the Iraq War was to question everything. My message to all of you is that your Article 9 is a beacon of peace and hope to the rest of the world. Not too many countries can say that you have been at peace for over 70 years. So your Article 9 is precious. Please support that. And don't let our leaders manipulate you into warfare such as my leaders has done to me. So to everyone here, may peace be upon you. Thank you.歩くの大好き。
負けずに行こう。その時に子供たちの小さい子供たちのあの泣き声が聞こえてきました。一人だけじゃないです。別にお腹が空いたから泣いたのではなく、やっぱり別れが分かるんですね。子供たち、ちっちゃい子供たち、その子供たちが何人も何人もあの泣いてるんです。その飛行機飛び立つ時に、私ね、あのその後あ行っちゃったねとか言いながら、あのやっぱり泣いてしまう、胸がすごいいっぱいになりました。なんでこの自衛隊の人たちが遠い遠い南スーダンまで行かなければならないのか。Power. Love.